強制わいせつ疑惑に揺れている西武の山川穂高。目下無期限の謹慎中なのは自業自得だが、頭を抱えているのは西武も同じだ。逮捕、そして起訴となれば首は避けられないが、山川が強く否定している強制の事実がなく、不起訴に終わった場合でも、扱いづらいことには変わりがない。不貞を働いた挙句、相手に怪我をさせたのは山川自身が認めている。トレードに出すと言っても、引き取り手はないだろうし、かといってお払い箱にするのも一筋縄ではいかない。2021年5月、当時ロッテに所属していた清田は度重なる不倫や、コロナ禍での行動制限を守らなかったとして、球団は契約解除を通達。これに不満を持った清田は選手会に相談した上で、ロッテ相手に地位確認や未払い報酬の支払いなどの訴訟を起こした。最終的に清田サイドが訴えを取り下げて和解したものの、西武も無罪の山川を切り捨てれば、同じ厄介児を抱えることになりかねないのだ。現役を続けるなら、で9回挑戦という選択肢も出てくると思う。西武に残れたとしても針のむしろ、家族を含めてキーの目に、さらされるだけですから、と、代理人事務所の関係者がこう続ける。現実的には、MLB ではなくアメリカの独立リーグでしょう。本塁打王3度の長距離砲といっても、パワーだけではメジャーじゃ厳しい。向こうはスキャンダルに寛容といっても、時代は変わってきた。間違いなく数字を残す一握りの選手ならともかく、20年サイヤング賞投手のバウアーですら、性的暴行疑惑がたたり、不起訴になりながら、獲得するメジャー球団はなかった。18年に女性への暴行容疑で、逮捕されたオスナもその後のキャリアに窮して、日本に来た。独立リーグなら受け入れてくれる球団は多くある。独立リーグでプレーして、ほとぼりを冷ましてから、いずれは日本球界に復帰。というプランはあり得る。すでに山川サイドにアプローチすると、言っている代理人もいます。西武としても、自主退団してくれるなら五の字だ。もちろん、また日本で野球ができるかどうかは別問題だが、プロ野球西武の山川穂高選手が去年、東京港区のホテルで知人の女性に、性的暴行をした疑いがあるとして、警視庁が23日書類送検したことが、捜査関係者への取材で分かりました。書類送検されたのは、プロ野球埼玉西武ライオンズの山川穂高選手です。捜査関係者によりますと、去年11月、東京港区のホテルで、知人の20代の女性に、性的暴行をした疑いが持たれています。警視庁は女性からの被害届を受け、山川選手から事情を聞くなどして、捜査を進めていましたが、起訴を求める厳重処分ではなく、判断を検察に任せる相当処分の意見をつけて、23日、書類送検しました。山川選手は昨シーズン、ホームラン41本、90打点の成績を残して、3年ぶり3回目のホームラン王と初めての打点王のタイトルを獲得し、今年行われた WBC、ワールドベースボールクラシックに、日本代表として出場しましたが、球団は今月12日にコンディションの再調整のため、1軍の出場選手登録を抹消していました。山川穂高選手は沖縄県出身の31歳。2014年にドラフト2位で、入団した右バッターの内野手です。豪快なスイングが持ち味の強打者で、5年目の2018年は全試合に4番で、出場してホームラン47本をマークし、初のホームラン王のタイトルを獲得したほか、パリーグの MVP は、最優秀選手にも選ばれました。翌年の2019年も40数本のホームランを打って、2年連続のホームラン王に輝きました。2020年と2021年は怪我や打撃不振の影響で、打率2割台前半、ホームランが20本台にとどまったものの、9
9年目の昨シーズンはホームラン41本。90打点の成績を残して3年ぶりのホームラン王と、初めての打点王のタイトルを獲得しました。今年3月に行われた WBC、ワールドベースボールクラシックでは、日本代表として出場し、日本の優勝に貢献しました。しかし、シーズンが始まってからは、先月10日に右足のふくらはぎの張りで戦列を離脱し、今月2日に復帰しましたが、持ち味の力強いバッティングが発揮できていないことなどから、球団は総合的に考慮した結果、コンディションを再調整する必要があると判断したとして、今月12日に再び1軍の出場選手登録を抹消していました。プロ野球西武の山川穂高選手が書類送検されたことを受けて、球団は書類送検された事実は確認している。当球団の選手が書類送検されたことは誠に遺憾だ。ファンの皆様や関係の皆様にご心配をおかけして誠に申し訳ございませんとコメントしています。WBC で活躍した西武ライオンズの山川穂高選手。球団を代表するスラッガーで、ドスコイのパフォーマンスでおなじみですが、2023年5月11日に週刊文春から、不倫と猥褻致傷疑惑が報じられました。山川穂高選手といえば家族をとてもおあぎちにしている。イメージでファンからは驚きと、悲しみの声が多く上がっています。そんな山川穂高選手が不倫した。相手 A 子さんは一体どんな人物なのでしょうか。またネットでは今回の不倫騒動は、ハニートラップでは、などの噂もあるようです。2023年5月11日に、文春オンラインから報じられました。ことの発端は2022年11月の、オフシーズンの時でした。文春オンラインが報じた内容を、要約すると以下の通りです。2022年11月のオフシーズンの最中に、都内のホテルで女性 A 子さんと不倫。A 子さんは行為によって下半身から、出血するほどの怪我を負った。山川穂高選手は警察から事情聴取を受けていた。A 子さんは無理やり行為をされたと主張しているが、山川穂高選手は絶対にないと意見が食い違う。A 子さんは被害届を提出。双方で弁護士を立てて話し合い中。そして一連の騒動を山川穂高選手は、奥様に正直に話しています。怒られはしましたけど、まあ今、結構大事な事件になってしまっていて、表には出ていなかったけど、それがいずれ表に出るでしょう。という話はしていましたし、本当に迷惑をかけてごめんと伝えました。ただ、本当に無理やりはしていないので、これだけは 100% 確実に刑事の人とかに確実に言っている。そんなことをするわけがない。山川穂高選手は本当にごめん。大変申し訳ないと伝えたところ、奥様からはバカだねえと。そんな山川穂高選手を支えているのは、2017年8月9日に結婚した嫁山川舞子さんです。嫁舞子さんは一般人なので、残念ながら顔はわからないのですが、山川穂高選手は結婚当初、嫁は小池栄子さんに似ている、と発言していました。山川穂高選手の嫁舞子さんは、富士大学時代の一つ上の先輩で、ソフトボール選手でした。山川穂高選手は結婚当初、嫁舞子さんに対して以下のように語っていましたよ。彼女もアスリートだったので、選手の気持ちを理解してくれることが大きい。ただ、今回の事件に関しては、嫁舞子さんが理解するのは、到底難しいことかと思います。結婚当初は、嫁の好きな手料理はステーキと答えていて、本塁打を打ったらステーキを用意してあげる、と言われていた山川穂高選手。今回の事件に対して、嫁舞子さんは怒りながらも許した。とされていますが、本心では絶対に許せてないですよね。WBC で侍ジャパンの一員だった、埼玉西武ライオンズの山川穂高選手。
2023年度シーズンで FA 権を獲得して、ソフトバンクホークスに移籍するのでは、普通ならショックで泣き崩れてしまったり、怒り狂ってもおかしくない状況なのに、とても理解のある奥様が立派ですよね。無理やりではないという、山川穂高選手の主張を信じたいところです。今回の不倫相手である A 子さんは、一体どんな人物なのでしょうか。現在判明している情報がこちら。20代。都内歯科クリニックの受付をしている。容姿端麗の美人。さらに山川穂高選手との関係は、のみ友達。数年で5回くらい、山川穂高選手から一緒に飲もうと誘っていた。このことから仲が良かったことは伺えます。容姿端麗の美人ということもあり、山川穂高選手も抑えられなかったのでしょう。事実、不倫関係については認めています。ただ妻がいるのに他の女性と遊んでしまった。それに対してはこのご時世ですし、自分はものすごく反省しましたし、妻にも頭を下げて、娘もいますし、自分の一瞬の欲望というか感情で、綺麗な女性と遊んでしまったというのは思います。しかしこの関係自体が、ハニートラップだったのではないかと言われているのです。前提として山川穂高選手が、ハニートラップにかかったどうかの真偽は不明です。しかしネット上ではハニートラップを、疑う声が数多く上がっていました。ネット上でハニートラップが疑われる理由として、A 子さんの主張に違和感を感じたからです。記事によると A 子さんは二次会に誘われた際、知人の店を予約したそうです。しかし山川穂高選手は顔バレを警戒し、別の店 X を予約したとのこと。これに対し A 子さんは、3階へ上がってきて、と山川から指示され向かうと、そこはホテルの一室だった。最初はバーの個室なんだと思った。と話されているようです。しかし、X があるビルの1階に、ダイニングバーがあるのに、3階に上がる時点でバーと感じるには、違和感があるのではないでしょうか。週刊文春の記者も違和感を感じたため、直接足を運んで現地を調査したようです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。